それでいきまーす。スイッチオン。おー、すげー。はい、みなさんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。皆さんは覚えていますでしょうか。究極の〇〇〇シリーズ、ついに新作が登場いたしました。あ、それこちら、じゃじゃん、究極の MYO。 はい、こちら新発売となりました。究極の MYO、 すなわち究極のマヨネーズ、究極のマヨネーズを作るマシンが登場したということなんですよ。で、これ他にもシリーズ出てまして、究極の NTO、 これは納豆ですね。それから究極の TKG、 卵かけご飯です。このシリーズ毎回僕動画でやってるんですけど、基本的にクオリティが高いです。納豆は美味しくなるし、卵かけご飯ももうすごい究極の卵かけご飯ができたんで、まあ今回もね、マヨネーズ究極のものができるんじゃないかと思います。それでは早速やっていきましょう。究極の MYO、 ふわとろ生マヨネーズが簡単にできる食卓で出来たてをどうぞ。マヨラー歓喜の新食感、オリジナルマヨをご賞味あれ。さあ、それでは開封していきたいと思います。これはこれは、おお、基本的にはですね、同じシリーズの究極の TKG と形がめちゃくちゃ似てるな。ここら辺の作りはね、めちゃくちゃ似てますね。はい、セット内容こちらです。まあこれが本体で、これは黄身トレイで、スプーン AB では、組み立てましょう、まあ、組み立てましょうって言っても、まあここセットするだけだと思うんですけど、なんかここがこう回転する仕組みなのかな。中が網網になってる。で、これ電動式ですね。ここにスイッチがついてます。スイッチが一つだけなんで、すごいシンプルですね。まあ電池を入れて使うということですね。まあでもマヨネーズにするってことは、結構攪拌しないとできないんじゃないかなと思うんですけど、電池は単2ですね、3本。はい、単2電池3本。おー、回ってますね。それでは早速組み立てましょうと思ったんですけど、これね、いきなり全部組み立てるわけじゃないみたいです。なんていうかね、こう組み替えながら使っていくみたいですね。はい、今日使う材料こちらです。卵、お酢、油、塩、胡椒。よし、それでは作っていきます。まずは卵をこの状態でここに割り入れると、はい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 、うまくできてるね。これ一瞬にして黄身と白身が分かれたんですよ。で、黄身はここに残ってて、この下の段の部分に白身だけ落ちました。で、そうしたらこの上のこれをセットするわけですね。これをセットして、黄身はこの上の段に入れると。はい、こうですね。すごいね、よく考えられてますよね。そしたらですね、ここに酢と塩コショウを入れます。すごい便利だこれ。このスプーン使うんですね。お酢をこの A のスプーンですね、ちっちゃい方のスプーンで1杯入れます。塩コショウ、ここまで来たら、この赤い蓋ですね、これをつけて、これでスイッチオンして2分間攪拌するとのことです。それでいきまーす。スイッチオン。おー、すげー、すごい。はい、一旦ここで止めます。すごいなこれ。今2分間攪拌したんですけど、そしたらそこでこの油を入れます。油はこの B の大きい方のスプーンを使って3杯。これをここから入れていいんでしょ。そう、ここに穴があるんですよね。はい、2杯、3杯で、これでさらに3分攪拌いきまーす。ゴー。今油が落ちながら回ってるってことだよね。はい、3分攪拌しました。基本的にあとこれで黄身と白身を混ぜれば完成っていうことなんですけど、さらに約2分でこってりマヨにって書いてあるんで、一番究極になるとこってりマヨということなんで、まあまあまあ、せっかくなんでこってりの究極にしましょうか。まず一旦これを外しますよっ。うーわ、すごいなこれ。見てこのメレンゲ、これすごいですね。さらに究極を目指す場合は、一旦この黄身の方だけ攪拌をするので、この下の部分を拭くと、ちょっとね、メレンゲがついちゃってるんでね。で、もう一回ここに乗せるんですよ。黄身の部分だけね、乗せて、こういう使い方ができるのね。これはすごいですね。で、この黄身の部分、まあマヨネーズの部分だけさらに攪拌する。一応箱に2分って書いてあるんで、もう2分いっちゃいましょう。もう究極いきましょう。せっかくなんで。はい。
さあ、そろそろいいかな。よっ。おお。ああ、でもなんか結構緩い感じなんですね。まあでもメレンゲと合わせるからいいのかな。じゃあまずこのメレンゲをこのボウルに移し替えて、うわーすごいな、ふわっふわ。でここに今の黄身を入れていくと、混ぜる割合によって味がまあ変わってくるということなんですけど、まあせっかくなので全部入れます。究極を目指して、はい。でこれを混ぜればいいの。はい。おお、すごいなこれ。でもマヨネーズではないんじゃないかってぐらいふわふわだけど、あ、でもマヨネーズっぽくなってきた。はあ、すごいねこれ。あー、確かに確かに。まあね、でもマヨネーズなんて普段なかなか自分では作らないんで、普通ね売ってるの買っちゃうから自分で作るってことないですけど、マヨネーズっぽくなってる。見てください、ほらマヨネーズなってますよ。ということで究極のマヨネーズ完成。でこれからこの究極のマヨ食べるんですが、その前にそうです、皆さんご存知キューピーマヨネーズ、これ買ってきました。これを先にちょっと改めて食べてみて、その味と比較してみたいと思います。このまま食べることで普通ないんですけど、まあちょっと今回比較なんで、ちょっとこれでね食べてみます。はい、これキューピーマヨネーズ、いただきます。うん、美味しい。あの僕マヨネーズ大好きなんですよ。サラダとかも、まあドレッシングも美味しいんですけど、やっぱりマヨネーズは外さないですよね。 OK、 キューピーの味分かりました。てかまあいつも食べてるんで分かるんですけど、究極のマヨネーズ、あえてまずこのままいただきます。市販のマヨネーズに比べてめちゃめちゃ軽い感じに見えますね、見た目は。それで究極のマヨネーズいただきます。うん、軽っ。で味はちゃんとマヨネーズになってますね。なんていうんですか、ちょっとやっぱドレッシング的な使い方ができるマヨネーズっていう、そういう感じがしますね。うん、味はマヨネーズです。ただ軽い、食感がすごい軽い。で、はい、アスパラガス用意しました。アスパラガスとマヨネーズってめちゃくちゃ相性いいですよね。だから今日ね、シンプルになんか料理とかで試すとかじゃなくて、あえてこのシンプルなアスパラにつけて食べてみたいと思ったんですよ。じゃあまずちょっとキューピーいこうか。キューピーもうこのままちょっとつけて、いつもまあこんな感じでつけて食べるんですけど、いただきます。うまいで、じゃあ究極のマヨをつけてみましょうか。つけるっていうか、かけるとこう垂れちゃうぐらいですよね、ほら。だからまあこうたっぷりかけてもいいかもしれないですね、ちょっと軽い感じなんで。はい、これでじゃあちょっといただきます。うん、軽い。あのこれだったらね、めちゃくちゃいっぱいかけて食べても大丈夫っていうぐらい軽いです。そうか、もうこれつけて食べちゃえばいいのか。こうしてちょっとすいません、こうつけてたっぷりつけながら、うん、ディップソース的な使い方だ。ちょっとあれですね、あの食感はすごくいいんだけど、塩が若干足りなかったから、もっと塩と胡椒入れた方がよかったかもね。はい、今日はあと2回作ります。もちろん同じくは作りません、ちょっと素材を変えます。はい、そうです、油を変えます。これオリーブオイルです。さっきのは普通のサラダ油使ったんですけど、オリーブオイルでやってみたいと思います。多分味変わるでしょう。でそれ以外の作り方はもう同じです。さっき1回やったからもう覚えたよ。はい、卵を入れる。はい、白身と黄身に分かれます。はい、これで外す。上のこれをつける。で上に黄身を入れる。はい、酢をいっぱい。塩コショウなんですけど、さっきちょっと少なすぎたんで、もうちょい気持ち入れてね。はい、このぐらいかな。で、ちょっとコショウもまあまあこのぐらいか。うん、はい、これでじゃあ蓋をして、スタート。イエーイ。よし、オッケー。はい、ここでオリーブオイル投入します。はい、オリーブオイルを2杯、3杯。スタート。僕の予想では、まあ、よりフルーティーでドレッシングっぽくなるんじゃないかと思います。はい、オッケー、完璧。よしよしよし、オッケー。うおー、色が違いますね。なんか濃い色してんな。やっぱり若干雰囲気は変わりますね。おー、すごい色してんなこれ。マンゴーソースかけたヨーグルトみたいな、そんな感じですよね。これがマヨネーズになると。よし、オッケー、できました。それではまずそのままいただきます。あ、全
然違うね。めちゃくちゃフルーティー。オリーブオイルで作るとこういう味になるんだ。もはやマヨネーズではないけどね。味はもうマヨネーズというよりはドレッシングに近いと思いますね。ディップソースに本当にありそう。はい、アスパラつけて食べます。もうこんな感じでたっぷりディップして、うん、これもディップソース。これは完全にあれですね、ちょっとレストランで食べるディップソースって感じ。はい、それではラスト1個作ります。最後も油を変えて、はい、そうです、こちらごま油です。ごま油ってどんな料理でも美味しくなりますよね。ってぐらい万能な油だと思うんだよな。っていう油を使って作る、多分美味しくなる。究極のマヨゴー。それではごま油いきましょう。万能ごま油、いい香り。あ、スタート。いい、オッケー。オッケー。さあ、君はどうでしょうか。見た目はさほど変わらないね。まあ、やっぱりサラダ油よりは色が濃く見えるかなっていう感じがしますね。それで究極のごま油マヨネーズいただきます。ん、これはマヨネーズではない。これはなんで、ごま油強いな。やっぱりアスパラをつけてみましょう。これをつけた時に本領発揮するかもしれないからね。うん、でも単体で食べるとちょっと強い感じがするんですけど、意外とアスパラと合わせると美味しいですね。食感はもうとにかく軽いんで、味は香ばしい。ごま油がやっぱしっかり効いてるって感じで、最後にってまだあるんかいっていう話なんですけど、最後ちょっとだけ、これはい、これセブンイレブンの、まあ、ハンバーガー、チーズバーガーなんですけど、これにつけて食べてみようと思うんですよ。今日3つ作ったんですけど、3つのうち一番合いそうだなと思ったのは、まあやっぱり普通のマヨかな。うん、普通の究極マヨ、これでいきましょう。一番やっぱり癖がないので、まあマヨネーズとしてはこれが一番万能というか使いやすいかなと思うんですよ。こう塗ってバーガーを上の部分乗せてと、はい、オッケー。いただきます。うん、美味しい美味しい。でもやっぱりあれですね、こうつけた時にまず感じるのは軽いんですよ。とにかく軽いんで、他の食材の邪魔をしないなという感じはしますね。うん、あくまでこうプラスアルファの味付けをしてくれるって感じだね。はーい、ということで今日は究極の MYO を試してみたんですが、まあそうですね、今までに体験したことがないマヨネーズだったなという感じがします。まあこれが究極なのかどうなのかって言われるとちょっと難しいんですけど、だからなんていうのかな、まあマヨネーズというよりはどっちかというとやっぱディップソース的な雰囲気かなっていう感じですね。僕の正直な意見を言うと、味は全然美味しいんですけど、やっぱりね、普通のマヨネーズって美味しいんですよ。まあだから新しいものとして捉えるのがいいんじゃないかなと思います。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time。土から生まれ土に帰る。